はい、皆さんこんにちは。お待たせいたしました、日本から、私、山口剛がこちらの松村対、ジェイコブソンの試合をお届けしたいと思いますので、皆さん、日本の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。そして世界の皆さん、ハロー、よろしくお願いしますということですね。映像がちょっと切り替えながらいきたいと思いますけども、すいません、やや遅れていましたが、ですね、練習の方が今行われているようですので、そちらの方へ、移動させていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日やらさせていただきます、 I'm 剛山口 from Japan です。よろしくお願いします。はい、ということで、どうでしょうか、音声の方とか、ですね、皆様、見えていらっしゃいますでしょうかね。今、試合前練習が行われているようですね。どうやら、練習は1チーム、16回投げてますね、おそらく。2投ずつ、ホームからアウェー側へ投げて、その後アウェーからホームへ投げてるという感じでしょうか。今松村優太選手が最後の練習をね、行っているようには見えておりますけども、ちょっと音声の方がね、まだ入っておりませんので、ちょっとこの辺で修正させながらいきたいと思います。音声はね、ちょっとどうでしょう、 YouTube 側ないですね。音声がないような感じでございます。ありがとうございます。ちょっと私はね、この左上の方から、この、チキンとともにね、今日は、行かせていただきます。早速ですけども、D 直文さん、いつも応援ありがとうございます。今日もしっかりと頑張りたいと思います。デン・ナオフミさん、ありがとうございます。そしてですね、皆さんコメントの方も僕見えてますので、ぜひどんどん入ってください。ただいま、松村優太選手がおそらくこれ LSD をやっている状況でございます。この LSD というのは、中心に代表者1名ずつが中心部に向かって投げて、ボトムに止まるかどうか、この右下の画像でいきますと、ほぼピンですね。ほぼピンです。ナイスでございます。マラドーナさん、ありがとうございます。山口さん、こんばんは。世界進出だぜ。イェイ !How everyone in the world! ってことでね。皆さん。はい。Hello everyone in the world! Nice to meet you! さあ、試合が始まるのか、いや、まだ始まりませんか。これは始まりますね。対戦相手は、ジェイコブさんですね。ジェイコブさん、さあ、まもなく試合がそーっと始まろうとしております。山口もカーリング山チャンネル、そして、そこをこう皆さん応援していただいた日本のファンの皆さん、今日が世界デビューの日でございます。どうぞよろしくお願いいたします。このカーリングゾーンさんのページで、私山口が解説させていただいております。初戦はですね、コンサドーレカナダツアー、に来ておりますけども、初戦はどうやら日本が赤チーム先行となりました。赤チーム先行です。さあ、日本のカナダツアー初戦第1投、阿部選手が投げます。1投目はですね、阿部選手ハウスの中にストーンを止めに来るのか、または、あ、松村選手の、ブラシの位置を見ますとガードからいきますね。もうここから1エンド目から少し動かしていくぞというところでございますね。さあ、しっかりとセンターガードを置いてきます。そうなってきますと、ジェイコブス選手、カナダ、世界ランキング52位ですかね。はい、先ほども調べましたけども、確か52位でございます。カムアランドを、やるということですね。
まあ、この辺はね、最近のセオリーの戦い方になるのかなと思います。まあ、1円玉ここからくっつけ合い、そうなっていくのかなというところでございます。なんと日本のファンの皆さんありがとうございます。もう試合開始の状態で300人を超えております。大変このね、夜金曜日のフライデーナイトですけども、相当盛り上がってきております。さあぜひぜひこの試合を見ながらどんどん応援していきましょう。さあカムアラウンド来ました。 T ラインより奥に決まりましたけども、日本としてはまずこれをテイクアウトできますね。まあ、先行ですわ。あのカーリングはね、先行の方が不利ですので、なるべく先行では相手に1点を取らせて、そして、点数が取られると次の回は後攻もらえますので、この場合ですとまず1点で相手に押す、1点を相手にあげるというところで、まあ、しっかりとね、複数点、2点以上取られないようにするために、相手のまず出せるものはしっかり出しとくというこの戦いからのスタートになっています。うん、ナイスショットですね。この1エンド目からね、このガードの裏に隠れて、ちょっとね、投げてからしますと見づらいんですよね。あのガードの裏に隠れてますのでね、ちょっとゆっくりなウエイトで今しっかりと阿部選手ベテランの技を出してきました。ナイスショットですね。はい、さあ、あ、音が出てない理由がですね、ミュートになっ、いや、ミュートではしっかりとね、出てるんですけども、音が出ない。どうでしょうね。音が出ないようです。はい。ということで、ジェイコブスさんのチームは、ここにフリーズできました。ビタンコショット来ました。もういきなりビタンコです。リードの選手。ビタンコショットを決めてきました。もう早速来ております。さあそれに対して、日本コンサドーレはここはどうでしょう。くっつけ返すんですかね。ビタンコ返しか、ヤスこと谷田選手。さあ今シーズンツアー谷田選手の1投目どうなんでしょうか。さあ皆さんから頑張れやすともコメントいただいておりますが、さあフルスイープしております。阿部慎也、そして清水哲郎のフルスイープからのギリギリ、どうだ、おっと微妙に当たってしまいました。さあというところで少し当たってしまいましたね。さあこうなってきますとジェイコブス選手、このままですともう一回ね、ビタンコ返しされると嫌ですので、先に、ガードの裏に回り込んで、そうですね、さらにチャンスを高めていくという展開になってきましたね。今さあセカンドの1投目を投げたということですね。はい、さあ惜しかったですね今ね。はい、安選手は惜しいところではございましたが、さあジェイコブス選手のセカンドどうでしょうか。しっかりと蓋をしてきたというところでございます。さあこのまま行きますと日本は、はい、日本はね2点の取られる可能性も出てきますが、もう1回行きますね。おそらくビタンコ返しをもう1回狙ってますね。はい、ビタンコ返し行きますね。おそらく谷田選手のヤスのビタンコ返し、さあどうでしょうか。さあ今回はゆっくりとスイーパー陣見ておりますね。さあ曲がってきましたよ。曲がってきました。ガードはいい感じでかわしてからの最後、いや、ナイスショットですね。これはナイスショットです。ビタンコ返してきました。ナイスショット。さあ、谷田選手、ここでビシッと決めるのが男谷田ですけども、ナイスショットでございます。こうなってきますと、ちょっとさっきね、ジェイコブス選手の方に2点の形に流れ込みましたけども、今この1手で、またね、いい形、まあ、先行としては1点取らせるという方向のいい形へ、また戻してきましたね。
ですので2点取られる確率的には今 50% 今以下になった可能性出てきますね。まあということでここで1回相手はピールですね。しっかりセンターガードを払ってくるというところでございます。さあ清水哲郎選手サード、さあここは、ハウスセンターライン上にある今このポンポン刺している黄色をテイクアウトして、こちらから見ると左側の方へ、転がすと、まず黄色を出してその後自分は左側の方へ転がす、ヒットアンドロールというショットを狙っておりますね。さあ清水哲郎選手、第1カナダツアーね、今シーズン1投目。さあ曲げに行ってますよ、阿部選手の。これが曲げのスイープからのヒット&ロール、完璧です。これは100点ですよ。完璧なショットを決めました。ということでここまではもうかなりいい展開です。日本が相手に1点を取らせる、いわゆるフォースっていうところですね。このフォースへ向かってる日本のフォースできる確率が今そうですね、65% か 70% ぐらいの確率で上がってると思います。さあナイスでございます。なるほど、山口サイドというところですね今回は。はい、山口サイドを使っていきましょう。山口サイドと IG サイドということなんでしょうか。さあ相手はここはコーナーの赤をヒット&ロールで1回、ナンバー2ナンバー3あたりをもらっておきたいのかな。はい、ヒット&ロールで1回相手のは減らしつつ自分のはちょっとナンバー3あたりで、まあ、強いのを作っておこうかなっていうところの狙いなんでしょうね。しかしまあ清水哲郎選手はね、もう1回同じ感じで黄色はしっかり出す、自分は残す、ヒット&ロールを狙っているということです。これがまた決まっていきますと、日本的にはかなりいい形になっていくということでございますね。さあさあどうでしょう。1エンド目清水哲郎選手が投げました。あ、1エンド目2投目ですね。さあ阿部選手また曲げのスイープしてます。曲げのスイープです。ここは曲げのスイープ、曲がってないのか。ヒット&ロールが超えました。ロールアウトですね。ということで、まあ、ただ日本がナンバーワン、この左下のね、画像を見ますと日本はナンバーワン、そして相手がナンバーツーでナンバースリー、ナンバーフォーを獲得しているというところですが、今ねちょっと残せなかったのでややねこのフォースへ向かう確率っていうのは 60% くらいかなと今思いますね。ややねこのセンターライン上並んでるのはくの字なんですよね。ですのでうまくいけば赤だけ出せる配置では今ありますので2点取られる可能性があります。ちなみに今の清水哲郎選手のショット率は50点の方ですね。はい、しっかり残してきたということで、ここはまたヒット&ロールですね。おそらくこの黄色をヒット&朝を正解ですね。ヒット&ロールということになってきます。松村優太選手ですね、ここで。はい、このね、コンサドーレのね、やはりこのスイーパー陣、清水哲郎からの谷田康政、この2人のスイーパー陣っていうのはもうかなり強力でございます。ウェイトジャッジ、そしてパワーも非常に高いですから、このコンビネーション、そして安定の阿部選手のラインコールですよね。この辺がね、もうこのコンビネーションっていうのはもうここ、コンサドーレが3連覇してますかね、崩せませんでしたからね。はい、ありがとうございます。はい、てっちゃんファイトということで、てっちゃんナイスファイトでした。そして、松村優太、優太のさあツアー、カナダツアー1投目いきます。さあ行きました。ここは黄色をまず出して自分がセンターライン上に残ってこいばもうパーフェクトですね。はい、さあ曲げ、ヤスの曲げどうだ、ヒット&、まあ、ロールで止まるかどうでしょう。
さあギリギリ止まりました。もうちょっとね強い位置で止まれるのはもう最高でしたけども、さあここでおそらくダブルテイクアウト来るのか、それとも気持ちタップ系で来るのか、さあここはね考えてみましょう。この幅からいきますとジェイコブ選手はおそらくナンバーワンの赤をちょっと当てて、まあややすごい速いやつじゃなくてまあまあちょっと早めぐらいで当てて自分は右の方に転がると。でナンバーワンの赤はおそらく左の方へ行くので、黄色はもしかしたらナンバーワンナンバーツーまたはナンバーワンナンバースリーを獲得するんじゃないかな。ナンバーワンナンバーツーも全然チャンスありますね。はい、このジェイコブ選手年がちょっと分かんないんですけども長くいますね。もう10年前ぐらいから僕はツアー行った時から見てるような気がしますがどうでしょうか。はい、さあジェイコブ選手スキップですね、投げます。さあ入っております。はあ、非常に激しいスイープして、さあ当たって、あっと右側に当てたいけどちょい曲がりすぎたか。あー、ただ悪くありませんね。うん、ナンバーワンそしてナンバースリーを獲得いたしました。ここはしっかりダブルテイクアウトしたいところですが、若干このねナンバーツーの自分の赤がナンバーワンの後ろにいますので、うん、少しねあのダブルテイクアウトするには気になる位置かもしれません。まあ、ショットのこのダブルテイクアウトの難易度的には 6.5 です。まあ、7、うん、ダブルテイクアウト、まあ、これ角度ちょっとありますし、その後ろにもね赤がちょっとあるので、まあそうですね7、このショット難易度は7かなと思います。さあジョン・ベントンさん、ナイス・シー・ユー、ジョン・ベントンさんからもいただいております。ハッピー・トゥ・シー・ディース、ナイス・ジョブということで、ジョン・ベントンさんありがとうございます。はい、さあ試合ダブルテイクアウト行くのか。さあユータ・マツムラどうだ、カモンカモンカモン来た、ワラ・シャートということでね、しっかりダブルテイクアウト決めました。これはナイスショットですよ、ユータ・マツムラ、ナイスショット。ここでカモン出ちゃいましたので、これはもうな日本がナンバーワン、ナンバーツー、そしてナンバースリー獲得してますので、もう確実に1点を取らせる、または、1点以上取れるというシチュエーションですから、もう先行の終わり的にはもう完璧な、もうパーフェクトな1エンド目の立ち上がりとなりました。いやー、今のダブルテイクアウトナイスショットです。リプレイみたいです、はい、ちょっとできませんのね、はい、すいません。はい、ということでジェイコブス選手が、ドローで今中心部に向かって、割とねこれね中心から近いドローですのでプレッシャーかかりますよ。さあ非常にハードスイープします、ハードスイープします。あっと弱いのか、3人でスイープして、さあどうだ、あっと弱いということで、日本がなんと1エンド目から3点のスチールという、これはでかいでかい3点となりました。いやーすごいゲームですね、 1エンド目から非常にね、コンサドーレも本当にナイスなね、いやナイスな、もうま特にねちょっとねミスもたまにありましたけども、谷田選手のね安ビタンクショットとかね、まあ、その辺そこからも立て直してきましたね。で、まあ、清水選手のところでヒットロール耐えて、そして松村雄太選手の最後のダボー、ナイスダボーです、松村ダボーが決まったので、相手にしっかりプレッシャーかけて、この、ね、1エンド目2エンド目っていうのはアイスの状態がまだ不安定ですので、こういった相手にドローを投げさせるっていうのが非常に有効な手だったんですよ。これがしっかりできたっていうのが1エンド目入りです。さあ3点取りましたので、ここはコンサドーレはもう1回ガードを置いてきますかね、置いてきますね。これはね
同銀クラシックでもそうだったんですけれども、点差がついてると今までですとここハウスに入れてくるパターンが多かったんですけども、コンサドーレは今シーズンこのガードを置いてくるっていうパターンは多いですね。やはりここでも、相手に1点を取らせるという攻撃的な守備を展開しようとしております。さあジェイコブス選手、ここは悩みますが、さすがにセンターに引き込まれるわけにはいかないという、やはりね高校は2点以上取りたいというところもありますので、おっと他のスパンがこれ出てくるんですね。ジェイコブスさん、ソチオリンピック金メダル1エンド目に2点を取ったりとか、ボッチャーさんが3点、わー、ボッチャーさんはカナダ選手権1位ですね今年の、はい、いやそうなんですよね。ツアーはやはりねこのね先ほどもあの試合の映像ちょっとだけ映ったんですけども、あれですよね、やっぱり練習量が少ないというか、ですので氷の読みっていうのは非常に難しい。これ入ったんですか？入った入ってない、なので置きたいとこに気持ちよく置けない1エンド目、ここの難しさがあるんですよね。ツアーは特にこういうアイスの読みっていうのが非常に難しい。さあ阿部選手インターンでね IG サイド、こちらもう右からは IG サイド、あ投げてから見るとね、はい、あジェイコブソン選手は44歳ですか、ありがとうございます情報。ジェイコブス選手、スキップのね赤白のユニフォーム着てるジェイコブソン、ジェイコブソン選手は44歳ということ。なるほど。さあ阿部選手しっかり縦に2つ並べてきて、これはもうフォースしますよっていう気持ちがもう満々ですよね、はい、ということで、まあ、このままいっちゃいますとジェイコブス選手は、まあ、スチールされちゃもうまずいですから、まあ、ちょっとセンターに絡んでいきましょうよっていう形に今やってきますね。本当はねコーナーに行きたいところではあるんですよジェイコブス選手は。でもねやっぱり松村選手のセンターガードを1投目に置くっていうその勇気ある攻撃的な守備、この辺でねしっかりと、相手の流れをコンサドーレの方へ持ってこようとしているというところですね。いやどうでしょうか、あと強いのか、割れちゃいましたね強い。これもまあ完璧なミスではありませんけども、くっつけたかったので本当にね30センチぐらい強いだけなんですけどもミスですね。さあということでここでヒットアンドロールですね。黄色を出してセンターの裏にまあ隠れればもうベストですね。ヒットで転がるのがロールですね、ヒットアンドロール、はい、ということでございます。いやーすごいことになってますよ、本当にすごいんですよ本当に。これはもう1エンド目3点ってもうツアー初戦で1エンド目3点ってもうすごくやりやすいと思います今ね。見てる側も楽しいですね、はい、さあということでヒット、まあロールできなくてもここに置くっていうのはまあ悪くないですね。しっかり出して自分が残ってるっていうのは大事ですから、はい、なんか谷田さんに言われてますね、ゴミついてるよって言われてるんですかね。はい、今左側の黒いユニフォーム相手のスイーパーの方、あの人も相当長いですね、まあ、あの人も10年前ぐらいからもうよくいますね、はい、ミックスダブルスもね結構確か強かった気がしますけど、はい、さあ黄色チームまずここはねこのセンターに固められちゃ2点高校は取りたいんでね、黄色チームは2点取りたいとこなんですが、まあ、このままだとコンサに、スチールされちゃいますので、まあ、センターは開けつつっていうところの作戦を考えてますね。ヒットアンドロールとってなってくるとまたヒットアンドロール返しということじゃないですかね。 H&R ですね、 HR、 はい、ヤスさんの HR 入ると思いますね、はい、さあヒットアンドロールですね、はい、出ますね、やはりここはしっかりとね出しておきたいところであります。まあ、メンタル的にもね1エンド目っていうのはやっぱちょっと久々のやっぱツアー、特にカナダのツアーとかで、まあ、おそらくちょっと緊張も、まあ、僕だったらあったりしますけども、ああいうやっぱ3点っていうのはこう気持ちも楽になりますし、その後のプレーっていうのもね
今までまあ練習もやってきてますので気分的には本当にいいんじゃないかなと思いますけどね。あ、いいですね、ナイスショットですね。もうまああとで少しセンター側にね転がっていくことができれば、まあまあベストはベストでしたけども、はい、これちょっと僕大丈夫ですかね、これちょっとかぶってますけど、まあもし見づらかったらまた言ってください。はい、ちょいミスった、まあまあまあミスの範囲ではまあそこまでねないんですけど、まあ本当はもうちょっとだけこっちにね、そうですね、この移動してればよかったかなということなんですが、まあまあ、さあここでね、じゃあジェイコブソン選手がハウスの中にあるストーンを出しに来ると。やっぱりこれもねガードがあるので全部は見えてないので、ちょっとねスピードを遅めにしてゆっくりの球でカールを使って、この カールを使って当てに行くと。こういうのがね結構難しいんですよね、やはり。あ、で出ない、出ないんですよ、やっぱこう難しいんですよ、このね特にやっぱりアイスの状態、曲がりもそうなんですけど滑りの状態っていうのもこの序盤のエンドっていうのは安定しないんですよ。もう何回も使ってるところはもう滑るようになるんですけど、あんま使ってないところはちょっと滑りが悪いみたいなところで、こう弾き出すのもちょっとウェイト、速さのことウェイトっていうんですけど、ウェイトコントロールも難しい感じですね。さあ清水選手が投げました。ここはカムアラウンドです。カムアラウンドっていうのはガードの裏にこうカールを使って回り込んで、そしてハウスに止める、カムアラウンドです。これ覚えてください。よくね選手はカマカマって日本語で言いますけど、カムアラウンドですね。しっかりカムアラウンドしてナンバーワンナンバーツーを獲得してきたというところが、このもうビタンコですよ、もうビタンコ、シミテツビタンコです。ナイスショット、これはうまいでしょう。こういうね、これ普通に見えますけど、これもうね相手的には相当嫌ですからね。いやーナイスっす、本当にナイスっすです。そしてナイスっすがもうね、これが相手にプレッシャーをかけると。さあもうコメント欄でもね、ビタンコーナイスビタンコーと盛り上がってますね。てっちゃんナイスビタンコーっていうことで、もう世界にビタンコーを発しておる山口でございます。ナイスビタンコーってさすがね、ローマ字とか英語で書いてもね、はい、やっております。さあここでジェイコブソン選手は先ほどの黄色を使ってナンバーワンを弾きに行くと。またねガードに隠れてますから、ちょっとゆっくりめでいかなきゃいけないって、このね、さあハードスイープ入ってます。ハードスイープからの黄色を当てて、当てる当てる、 What shot? What shot? わナンバーワン、何ナンバーワンナンバーツー獲得ですよ、今のショット。ゆっくりなショットだったんですけども、まあダブルテイクアウト風のねしっかり出してナイスショットでしたね今のは。うわー今のはナイスショットです。さあここでシミテッちゃんは時計回りで、まあ、ダブルテイクアウト狙いつつヒットアンドロールでも OK だよというとこでしょうか。早いっす、ロケット、いや違う、シミテツは新幹線ショットですよ、シミテツの。さあ、あーちょっと曲がんなかった、曲がんなかったです。ということでここでさあジェイコブソン選手は今2点のチャンスは来ております。ナンバーワン、ナンバーツーを取れば2点ですけども、あんまりねナンバーワンに近いところだとダブルテイクアウトしますから、松村雄太選手はね、この後ね。ですのでダブルテイクアウトされにくいところはどこなのかと探した結果、ジェイコブソン選手、このベテラン選手は右サイドにある黄色を押してナンバーツーを作るという作戦に来ました。これねアイス端難しいですよ、曲がり、そして滑りの読みがちょっと難しいと思います。
難易度からしますと、まあ 7.5 はいきますね。 7.5 はいきます。ここは難しいですよ。2エンド目の端、これは難しい。さあ曲がってないのかな、見えないですよ。さあ、あ、来た来た来た、当たって、あ、あは、ナイスショット、ナイスショットです。まっすぐ押そうっていうのが最初の狙いでしたけども、ちょっと曲がってこなかったんですけども、結果センターガードの裏に隠れたということで、これはねナイスショットになりますね。はい、それはい、ということでね、ここまたね逆に今2点の形っていうのはほぼちょっと硬くなってきて、2点取られる確率っていうのは今 75% ぐらいあります。ということで、それを阻止するために松村選手は自分のセンターガードからハウスの中に入っている黄色を2つ狙うということで、これはねプロモーションダブルテイクアウト、テイクアウトじゃないですかね、プロモーションダブルテイクアウトというと思います、私。はい、さあ松村優太、先ほど1エンド目もダブルテイクアウトして2点のチャンスを潰しに行きましたので、ここもスーパーショットを期待したいところでございますが、ショット難易度的には 8.5 です。非常に難しいです。これは難しいですよ。距離もありますからね、距離もあります。さあ、いや、ちょっと曲がってないか、ちょっと曲がってない、当たれば一つ、うん、惜しい、惜しいです、惜しいですね、非常に今惜しかったです。ということで、ジェイコブソン選手は一応3点目のチャンスも出てきたわけなんですよ。ここでの選択というのは、もう一回センターガードを置く、はい、センターガードを置いて3点目のコースを作る、or、ここは、まあ、ダブルテイクアウトされないよう、またはトリプルテイクアウトされないようにサイドに分けるというところですが、このブラシ、ここめがけて投げてくださいよっていう、今このね、おじさま2人で話し合った結果ですけども、おそらくあのブラシの位置からすると、黄色2つを守るセンターガードを選択したと思います。センターガード、はい。ということで、先ほどね、あの松村選手が自分で狙当てたあの赤のガードがあった位置あたりに置ければ、まあ、パーフェクトかなというところですね。しかしスイーパーは、いや、確実に2点取ろうよ、だから左右に分けようよって言ってるのかもしれないですね。だってつってセンターガード置いても、センターガードからトリプルテイクアウトされたら1点しか取れないじゃんって言ってるのかもしれません、もしかしたら。さあどうなんでしょうか。ここは非常にね、ここは試合の流れを大きく左右するとこですので、やはりちょっともう一回考え直してますね。こういう間非常に大事だと思います。あともう一つ選択としては、この、ナンバー2かな、この手前側にある黄色を当てて左右に分けるっていう作戦もあると思うんですよね。ただそれはね、少しちょっと難易度が必要にはなりますし、さあここはねよく悩みどこですね。でね、カナダツアー、まあ、カナダツアーに限らないですけど、ツアーのまあ一つの面白いところは、結構これ時間制限がない。この間ね、日本代表決定戦とか見られた方は分かると思うんですけど、時間制限が、よく公式戦、世界選手権とかだと、あるんですけども、今回はないと。あ、カーリングゾーンさん。はい。アメージングヤーマンってことでね。ジェリー、はい。はい。ありがとうございます。はい。ということで、このタイマーがないというところで、こうやって作戦をじっくり考えれるっていうのも、まあこれツアーのね、醍醐味の一つだと思うんですよね。はい。
そこが面白いところだと思います。Thanks to Stream Japan ということで、本当にありがとうございます。ジェリーさん、本当にこうやってね、機会をいただいてありがとうございます。Thank you. Thank you, ジェリー。はい、ということでね、この放送は、カナダ国内にも放送されてるんだと思いますけども、ワールドワイドで行っております。日本語でどんどん言ってますが、どうぞよろしくお願いいたします。なんとね、もう400、もう500人近い方々が今見ようとしてます。見られてるということで、本当にありがとうございます。さあ、ジェイコブソン選手、作戦変えましたね。結局、カムアランド、山サイドに、山チャンネルサイドへ、カムアランドを行くということです。しかし、早いのか？白い円に止まらないと、ナンバーワンかナンバーツー、ナンバースリー取れないですが、さあ、激しいスイープで出てった。さあ、出てきました。ここはダブルテイクアウトのチャンスです。流れがね、なかなかね、ジェイコブソン選手来ませんね。さあ、面白いことになってきました。ここしっかり、ユータ松村。松湯のダボを見たいですよね。松湯のダボ。はい。さあ、松村くんはね、この間先日はね、吉田夕梨花選手と一緒にミックスダブルス組んでいて、種田選手とはライバル関係でしたけど、今回チームにまた戻りましたのでね。はい、チームメイトでございます。さあ、ダブルテイクアウト。いきます。しゃがんでみた。さあ、シミテツハードスイープ。どうだ ?1 and 2! カモン!カモン!ナイスショット。ナイスショットです。一瞬ね、3点のね、3点取られそうなもう大ピンチ、今ありましたけども。またまたこれもう、このプレイエリアにはほぼ黄色しか、赤しか残ってないですからね。いやー、すごい流れです。さあ、またここで最大取られても1点ですからね。しっかりプレッシャーをかけております。そしてこの位置、さっきよりはちょっと右側にブラシを立てていて、また使ってないコース投げるんで、これまたね、ちょっと難しいですよ。難しいドローになると思います。さあ。さあ、さあもうね、チャット欄では相当盛り上がってます。ダボー、来た、ナイスショット。What a shot! ナイスダボー、すごい、ナイスダボー、ダボー、1点コースということで、これが決まって、はい、コンサドーレフォースです。ナイスフォース、ナイスフォースということで、皆さんも一緒にナイスフォースしましょう。ありがとうございます。ナイスフォースです。これはね、今ね、もうこのエンドドキドキでしたよね。もう一瞬ね、あの3点取ったのに3点取られそうな感じになりましたからね、一瞬、はい、もう今ちょっとね、危ないかなと思いましたが、いやー、あのね、やはりね、作戦、やっぱこういう、なんていうんですか、悩みっていうのあるんですよ。もう3点取りたいとか、いや2点でいいかなとか、こういう心の動きで作戦の方にね、気が取られちゃって、こう氷の状態を把握するのを忘れちゃったりとか、逆に氷の、さっきはね、投げてないコース投げたんでね、内から外へね、ああいうところの読みが間違えてってことで流れ変わってるってことで、今完全にコンサドーレのペースには来てますね。はい、そうですね、ちょっとだけドリンキングタイムさせてもらいますね、はい、さあ、コンサドーレはガードからのスタートですね。はい、しっかり、あ、すいません、コンサドーレではありません、コンサドーレではありません、すいません、ジェイコブソン選手の、さあ、はい、あ、そうですね、ここで阿部選手の深夜タイムですね、これがいわゆる深夜タイムが成功か、成功です。
ゆりかタイムではありません。コンソドーレの場合は深夜タイムということで、阿部深夜の時間になりました。ナイスビッグです。さあここでね、今ね、グッさんの解説のおかげだねってありがとうございます。はい、点数の話ありましたね。どこだろう。今ね、点数版の話あったような気がするけど、あれ、それ気のせいかな。あれ、あ、得点版、はてなはてなはてな。この得点版の、じゃあね、今またガードで、その後ウィックになると思いますので、得点版の見方をじゃあご紹介いたしましょう。ちょっと山チャンネルどきますね。見えないと思いますね。得点版は今これ札をかけてるのは1エンド目、2エンド目っていう意味なんですよ。なので赤チームは1エンド目3点取ったんで、合計点数が今1エンド目は3点ですよってところで、3点っていう意味で1エンド目かけてるんですね。で、2エンド目は黄色が1点取ったので、2エンド目1点だよっていうところで、黒い欄は点数を表示してるんですよね。なので、どん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 これが札が右についていくんですけども、ここね、よく見ておいてください。これ日本のね、スコアボードの付け方と違うんですよ。日本はね、点数を入れていくわけじゃないですか。この黒いところはエンドなんですけど、何エンド目って書いてるんですけど、カナダは結構このパターン多いです。上が点数で、札はエンドっていう感じです。そう、これね、そうです、これね、あんま日本ないんです。昔のね、ところのカーリング場、北見市ところ町の古い方のカーリング場がたまにこのやり方やってた気がするんですけども、これあんま日本ではないんですよ。これすごくね、見やすいんですよ。今だから、3対1ってこうすごく合計点数で出していくん で、あれがこうどん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 離れていくと、うわすごい気持ちがいいみたいな。だから5点差とかになると、札の離れ具合はすごいんですよ。ですので気分的にはめっちゃいいです。逆に5点差ぐらい差をつけられると、もう届かないって感じいっちゃいますからね、はい、これ得点版本当に素晴らしいとこ聞いておきますね。ありがとうございます。こういう感じもね、ちょっとわからないとこあれば言ってください。さあ深夜タイムがさっきちょっとだけ動かせましたね、はい、ということで、ここは谷田選手の谷田棒ですね。谷田棒をちょっと見たいところですね。札の数が少なくて済むというのが利点。そうですね、はい、はい、谷ダボをまず見ましょう。谷ダボを見ます。さあ谷ダボ来るかな。谷、惜しい惜しい。谷ダボ、まあでもしっかり1個出すのが大事ということで、質問もいただいてますので、質問もちょっとずつ答えれたらなと思いますので、答えさせていただきますね。11点以上になったらどうすんのっていうことで、11点以上になったら、多分戻るかもしれないですね。13点だったら3のところかけるとかだと思います、多分。まあ、その前にね、多分ね、やめるパターンが多いと思います。もうギブアップっていうか、なんですか、コンシードっていうんですかね、はい、やめますっていうパターンの方です。質問、ジェイコブさん、チームユニフォームの色がそれぞれ違っても大丈夫なんですかっていう質問もいただいておりますけども、ツアーはね、基本的にそういう、こうユニフォーム絶対揃いなさいとかっていうルールは多分明確にはないんじゃないですかね。なので、おそらくこれは僕の予想ですけども、ユニフォームが多分このスキップのジェイコブソン選手と右側にさっき言った黒い、今映ってる左側かな、シャツの人は多分同じユニフォーム着てると思うんですよ。これはね、この方々はもともと同じ、去年同じチームメイトとかで、右側の白いユニフォームとか緑のユニフォームの人は今年一緒にチーム組み出して、去年は違うチームのユニフォームチームだったし、まだシーズン始めだからチームのユニフォームが揃ってないっていうパターンで、こういうバラバラのパターンも全然カナダのツアーだとありますね、はい。いやー、面白いですね。あ、そうですね。点数の見方は、合計点のところにエンドの数字が入るということでございます。あ、
谷田さん、ナイスショット出して自分は強いナンバーワンへと。ナイスショットでございます。ですのでジェイコブソン選手はここの作戦としましては、まあ本当はね、先行の場合は相手に1点を取らせてっていうところなんですけども、今ね3対1と不利な状況にありますので、できるならまあ1点スチールさしたい、またはまあブランクって言ってね、コンサドーレはこのエンドブランクも考えてますので、ブランクさせないように点数を動かすっていうのが大事になってくるんで、ここは赤は見えてますけどすぐ出すんじゃなくてくっつけるフリーズというショットを狙ってますね。さあフリーズが、まあくっつきしませんので、これは多分シミ鉄はヒットアンドロールに入るということですね。ここでコンサドーレが一気にヒットアンドロールが決まれば2点以上取れる確率っていうのはぐーんと上がりますね。もう 75% ぐらいいけると思います。はい、今まだ 50% ぐらいですね。はい、ということでございます。結構ユニフォーム結構アバートなのねとか、ゆるゆるでいいな、ナイスショット、ヤスナイス、山も早くツアー行きたいねっていうことで、行きたいっす、カナダツアー行きたいっす、僕もうずうずしております。さあヒットアンドロールです。てっちゃんヒットエンド出しての、わお、完璧でございます、完璧でございますよ、てっちゃんナイス、てっちゃん、いやー、ワッタショットですよ本当に、てっちゃんナイス。もうここでですね、もうジェイコブソン選手はね、これもう2点パターン作られて、しかもねこれ平行、ほぼ平行並んでるんで、ダブルテイクアウトがもうほぼ無理なんですよね。ですのでもうジェイコブソン選手は覚悟を決めて、もうここフリーズ作戦でなんとか1点でしのぐ、またスチールするぞっていうギャンブルの方向へ展開しようとしてますね。決めてきました、決めてきましたよ。これはねナイスビタンコクじゃないですか。まあストーン半分ぐらいいってますが、結構いいショットです。さあなるほど、世界カーリング猫さんによると、ユニフォームの自由度がカナダの競技人口の多さを表現してるんですね。それもそうかもしれないですね。こういうね、まあカーリングをねみんなでやるっていうのが一番やっぱ大事なことなんでね、ユニフォームを揃えるってことはその次なのかもしれませんね、もしかしたら。いやこうやってね海外を見るっていうのもまたね違う、日本のカーリングは日本のカーリング非常にいいですしね、こうやってカナダのカーリングカナダのカーリング非常にまた知らないことも増えていくので非常に楽しいですよねやっぱり。いやそこにねこうやってね山チャンネルと皆さんでねここにこう世界進出を果たせてきてるっていうのが非常に一緒にできて楽しいでございます。そして初戦からこんないいゲームがね、見えてますから非常に楽しいでございます。ありがとうございます、本当に皆さんありがとうございます。さあまだ試合はね始まったばっかりですので、ね、これからじゃんじゃん盛り上がっていくわけですけども、はい。さあ今ねどうするか考えてるんですよ。あれ結構いいフリーズって言ってくっつけ作戦できたので出しにくいっていうのはあるんですよ。ああやってね正面にしかも近いところに止められると、出す当てて自分が残そうと思うと黄色も残っちゃうんですよね。ですので、お500に行ったんですか、もう500に行きました、日本勢500に行った、ついにありがとうございます。いやみんなねワンチームですね、私たちも、いやー嬉しいです、ありがとうございます。さあシミテツ、ここは後ろの赤も出てもいいから黄色をしっかり出しに行きました。さあ出せば、あー残ればもうパーフェクトだけど、ちょっとさすがにそれは難しいか、いや残った、いやシミテツナイスショット、いやーいいショットかなり生まれてますねこれは。これね今ね多分ストーン、ちょっと映像ねちょっと
小さかったんでちょっと見づらかったんですけど、おそらくその自分のストーンが後ろにあって、その前に相手のストーンがあったんですけど、この間隔が多分20センチぐらいしか空いてなかったと思うんですよ。ストーン1個空いてるか空いてないかぐらい、まあ、20センチ30センチぐらいで、なので相手のだけこう出すっていうのはかなり難易度高かったんですよね。今のまあ難易度8はありましたね。でまあ後ろの自分の赤も出ててもいいっていうところで、いいスイープとナイスコールで残してナンバーワンナンバーツーを取ったということで、いやまだね2点を取れる確率は 75% から 80% のところにいるとというところで、ここをね2点取るとジェイコブソン選手は5対1とかなり苦しい状態になりますので、やることはもう彼は決めました。この右サイド IG サイドっていうんですかね、 IG サイドの、ナンバーワンの赤にビタンクショット狙っていくと、フリーズですね。はい。シミ鉄って鉄道会社みたい。確かに。いやまあてっちゃんはね、あの世界選手権とかでもね、あのコメンテーターの方にテイクアウトのが早いんで、ね、新幹線ショットとか言われてますからね。もう鉄道でも確かに合うかもしれませんね、シミ鉄さんね。はい、いやー素晴らしいよ本当に。さあビタンコショットが決まんないともう大ピンチですよね、ジェイコブソン選手的には。またこのセンターからコーナーに使ってないところ投げさせてますから、コンサドーレ的にはもうかなりいい作戦取ってますね。もうこれ決めないとやばいですよ。決めるんですか。さあナンバーワンは、ナンバーワンは日本だ、ナンバーワンは日本ですよ。はい、ということでナンバーワンは日本ということは、ナンバーワン、ナンバーツーでダブルテイクアウトされない位置を作れれば、まあベストなので、こちらでいう、まあ、山チャンネルサイドの方へ、ドローしていくというところで、ナンバーワン、ナンバーツーをしっかりと取ると。白い円に入れば、ナンバーツーは取れるというところですね。さあここで2点取るとコンサドーレは5対1とかなり試合を、ね、優先に進みますので、非常にですね面白いことになってきます。山チャンネルサイドへ行けということで、山チャンネルサイド阿部選手が見てますね。この T ライン上、 T ライン覚えてますね、ハウスを横切る黒い線 T ラインありますので、この線上ぐらいに置ければいいんじゃないかと、ワンツー作るぞというところで、はい、やっております。はい、さあ松村雄太選手、さあこの端はね、ドローはね、あのアイスコンディションまだ3エンド目ですけども、あんまり良くはないと思うんで、ここちょっと難しいですよ。ショットの難易度はまあ7は超えていると思いますね。さあでもハードスイープしながらの、しっかり最後は見て、うわー冷静なジャッジ、そしてしっかりもう置きたいところに置く、完璧ですなね。えこれこそ何もないですけど、ビタンコですよ。もうビタンコです、ビタンコでーす、チキンです、おめでとうございます。さあ2点の確率が非常に上がっております。さあさあ、あと、なるほど、他の試合の視聴者確認してきましたが、この試合がダントツでしたよ、次に多いとこは300人ちょっとでしたということで、日本のねパワーを見せていきましょうよ皆さん、日本のね、はい、この熱いカーリング熱、日本の応援を頑張っていきましょう。さあありがとうございます。さあということで、ここは、ジェイコブソン選手はナンバーワンをヒットして、黄色の裏にヒットアンドロールですね。はい、さあヒットアンドロールしたいが、曲がりが弱いのか、さあ当たりはしますが、ナンバーワンではありますが隠れずというとこで、ヒットアンドロールまたはまあヒットアンドステイでも悪くはないと思いますが、まあ、とりあえず出して
白A にかかって残すことができれば2点の獲得ということで、もう日本の2点取れる確率は 95% まで上がっております。もうですよね、もうここまで来たらこれ出して出す、あの残す、まあ簡単なことではないですよ、そんなに、はい、目つぶってもできるかっていうとそうではないんですけども、チャンスは非常に上がってます。なるほどね。 WCT のアンケートでも、日本のファンの熱心さはびっくりした。あ、そうっすか、日本いいっすね、ありがとうございます。さあ、松村優太選手の最後の1投、第3エンド目、ヒット&ステイしたい。ちょっとね、曲がんないんでね、あんまり曲がりは緩いですけど、まあまあまあ悪くはないと思いますよ。結構いいんじゃないですか。はい、決まりそうですね。はい、ナイスショット2点、 H&R で2点パターンってことに H&R 成功、ありがとうございます。ということで点数が5のところに入るわけですよね。はい、3の札を持って5のところに入ると、分かりましたね、これで。はい、そうするともう5対1で、この距離感見ておいてくださいね、距離感を、この得点板のこの距離感離れてますね。3と2の1相当離れてますよね。これはね、離れてるんですよ精神的にもいいですよ、これは。もうありがとうございます。いや、もういや、もう完全にね、コンサドーレさんのペースですよ、これはもう。はい、まあ、ちょっと波がありましたけど一瞬ね。はい、いやー、面白すぎますね。海外の試合はこうやってね、日本でね見れる、そしてフライデーナイトもね、すごい楽しいっすね。そうなんですよ、この点数盤はね、負けてると辛いんですよ、本当に。あの、本当にコメント通りで負けてると辛いんです。いや、コンサドーレここでもこれ行きますか。ガードですか、コンサドーレ。ここでも狙いはガードですか。いやー、相当これね、攻撃的守備ですね。いやー、なるほど。このね、4点差、まあ序盤ですが、4点差の先行でガード、これは本当に先ほども言いましたけども、相当攻撃的ですね。攻撃的守備、何言ってるかよく分かりませんが、攻撃的な守備なんですよ、もう。はい、もう強気、はい、私は強しですけども、ユータは強気です。本当にすごいです。はい、あ、他のところの点数出てきましたね。ジェイコブスさん、ソチオリンピック金メダル勝ってます。ボッチャーさん3対2勝ってます。フラッシュさん勝ってます。なるほど、面白い。ギガイザーさんかな、これは多分ジュニアだった人、世界ジュニア行ってたような気がする。違ったっけな、さっき点数あれですね、対戦相手の話も出してくる。お、さあ、ロシアからもコメント来てますね、応援コメント。ハローfrom Russia って言ってますね。 Hello from Japan。 はい、コンサドーレ the best go 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 って書いてますね。すごい、もう世界各国からね来てますね。海外の大会を映像あり解説あり、数年前にありえなかったから本当にありがたいです。いや、本当に楽しいですよね。あの、いや、僕もね、あの、YouTube でこうやって海外の試合を見ますけど、やっぱこうやってよりね、皆さんと一緒にね、応援しながら見るっていうのも非常に楽しいですよね。新たな楽しみを本当に皆さんと一緒に見つけていただかせてありがとうございます、本当。さあ、ということで、コンサドーレは縦に2つ、さらに3つ並べて、ここで、まあ、スチールする形をプレッシャーをかけていくと。そして逆にね、もう
ジェイコブソン選手、黄色チームはもうここ2点以上取らないとちょっと追いつくのは厳しくなってくりますので、ここはね両サイドに分けたコーナーダブルコーナーガードをね選択してきましたね。このエンドはね動きますよ。谷田選手のガードですね。これまず阿部選手が完璧なセットアップしましたので、これをしっかりまずプロテクトするわけですよね。はい、そうです。先ほどビタンコがあったんですよ阿部選手ね。本当にさあジェイコブソン選手、これはね3番ハウスに近い3番のガードをテイクアウトするのか、いやそれテイクアウトできるんですか、タップしたいのかな。 We are コンサドーレ We are Japan ですね。はい、行きましょう。日本は日付が変わり、ある意味2日もカーリングを楽しめてる。確かにその発想なかったでございます。2日楽しめてますね今カーリングをね。はい、こういう楽しみ方は確か日本時間で日本のねやあのことだとなかなかこういうツアーをね12時またいでってことはほぼないですからね。すごい、もう一石二鳥っすね。すごいなぁ。さあ曲げるスイープからのちょっと当たるかな、3のガードにちょっと当たって自分が残ればっていうところですが、しっかりナンバー2は取ってきたと。これはナイスショットですね。これはまず出すのかな、コンサドーレ出すのか、出さない。ここでもセンター線で非常に強気のいきます。いやーこれはね面白いです、見ていて非常に面白いです。はい、さあもう少しハウス画面が大きいと見やすそうですね。ちょっとねこの辺はね僕ちょっと設定できないのでちょっとあれなんですけども、はい、またねまあまあまあ全体見れて面白いんで、あとはもうあのね IG サイドの画面をちょっとイメージを膨らませながら見ていくっていうのもまた楽しい見方だと思います。さあそうですね、真ん中を固める作戦ということでごもっともでございます。真ん中を固めて、相手にプレッシャーをかけるという作戦でございます。いやーほんとね、いやーすごいコンサドーレのペースでございます。さあフリーズタップ、いやーただね、ここ気をつけなきゃいけないのがね、コンサドーレ一応気をつけなきゃいけないのは、ストーンが溜まるということは、これからビタンコショット系が生まれてくると、相手のが出しにくくなるというパターンを一応想定してこなきゃいけないので、そうなった時に複数点が取られやすいっていうパターンは一応ありますので、そこだけはね、皆さんも見ながら、このポイントはっていうところがあったらまた言ってくださいね。今悪くはないです。もう今非常にコンサドーレペースで来てますが、ここから連続でビタンコショットが決まっていくとちょっと危ないことになりますので気をつけてください。あ、噛みましたね、これ。今いいショット投げたんですけども、これはもう投げた人緑のユニフォームでしょ。ちょっと怒ってますもんね。いやー噛んじゃいましたね。このジェイコブソン選手のチームとしては今いいショット投げたので、赤にね、ナンバー2あたりにちょっと当てようかなぐらいな感じで狙ったので、いい感じで来たんですけど、噛んで。まあ、完全にこの辺ね、運っていうのか、あの月というのか、その辺が今、コンソ通りに傾いていますね。さあ。ああ、山口選手のおかげです。このチャンネルまでたどり着けた手も解説がないと分かりにくいですから、ということで、お褒めいただいてありがとうございます。本当に。さあ、コンサドーレは、ここでガードですね、ガード。しっかりと、ナンバーワン、ナンバーツーを守るようなガード。まあ、センターラインを少し超えて、山チャンネルサイドへ行くということでしょうかね。ほぼセンター、松村選手がね、今置いてるところでしょうね。まあ、ちょっと端がセンターラインに触れるぐらいのとこ。
さあ、あ、ほぼ予定通りですね。いやナイスショットですね、シミテツナイスショット。さあここはもうジェイコブソン選手これ以上スチールされるのはもう非常にねまずい話になりますから、スチールはまずいですからね。もうですのでここはしっかりと、あ、トリプルテイクアウト狙ってますね。赤のトリプルテイクアウト一応狙ってます。早いテイクアウトです。はい、さあトリプルテイクアウトはちょっとどうでしょうか。いくか、当たらなくてガードしてしまった。さあ日本にさらなるチャンスが訪れております。一回どのぐらい黄色が見えてるか今確認してますね。ブラシを当てて、てどのぐらい見えてるかを松村選手が清水選手に確認しておりますね。結果あの黄色からナンバーワンナンバーツーのところに当てられたらちょっと失点数が多くなる可能性があるので、まあ一回ガードしましょうよっていう話ですね。投げ終わった後めっちゃ入ってるんですね。この画角じゃなかったら見ないんですよ。そうですね、あの結構ね投げた後っていうのは入ってます。そうです。さあセンターライン上に次は右側ですね、 IG サイドの方へガードをやや置くと、センターラインよりは IG サイドの方へ置くということですが、スイープしてもね噛むことあります。本当に髪の毛1本でいっちゃうんですけど、ほんとちょっとのゴミでいっちゃってたまたまっていうのがあるんですよね。ほんと最後の一投で噛んで負けちゃったこともありますし僕も、はい。さあちょっと高めに置きたかったけどやや近くなりましたが、そんなに問題ありません。ナイスショットです。シミテツしっかりガードを置いてナイスショットですので、黄色チームとしてはこれはもうこのままいって2点スチールされちゃいますのでね、スチールっていうのはまあ先行で点数を取ること、コンサドーレが点数取るともう黄色チーム的にはもう絶望的になりますので、ここはね壊しに行きますよ。現地の音声で、音声ないんですけど、山口さんに聞こえてるんですか？聞こえてません、僕も。僕も音声は聞こえてません。雰囲気で喋ってます。はい。ただ、こう喋ってんだろうな、という選手の動きで想像しております。想像力を働かせるトレーニングも同時にさせていただいております。さあ、赤から、自分の黄色に当てて、さらに赤に当てる難易度9ですよ。もうこれ相当難しいですよ。赤、来ない、そして自分の出ちゃった。あー、これはねどんどん負のスパイラルに入ってますよね。途中からねやっぱあの噛んだストーンが噛んで失敗したところから、もうどん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 、まあその前からねコンサドーレが素早い、もう言うならばもう阿部選手のセットアップから完璧に良かったですので、そこからちょっとずつ相手にプレッシャーをかけていって、ちょっとミスをさせて、でさらにプレッシャーをかけてもっとミスをさせてって、こういうもうコンサドーレ的にはもうかなり好循環に入ってますね。はい、ここはもうガードですね。ガードでございます。この黄色ね一応やっぱ警戒していかなきゃいけないのは3の1ハウス、まあ、ちょっと入ってるのかな、4の1っていうのかな、ハウスに一番近いセンターの黄色からナンバーワンナンバーツーに行かれちゃうと、まあ、失点する可能性がありますし、今ね逆に得点取れるチャンスではあるので、センターライン上、ま、やや IG サイドの方へ置くということですよね。いやもう完全理想的ですよ。もうやっぱねこの辺ちょっと面白いですね。コンサドーレがね、本当にこの先行の場面で超攻撃型守備っていうんですかね、をやってますので、スチちゃんですね、スチちゃん、スチールチャンス、スチちゃんですよ。はい、すごいっす。ありがとうございます。はい。いやー、すごい。
そうですね、真ん中にたまに出てくる表示は他のシートでやってる試合のお知らせ。さあ予定通りのところにガードを置きました。黄色を隠すようなガードを置きましたので、もう黄色チームはね、赤黄っていうのもいけなくなりそうなコースなので、今左サイド山チャンネルサイドの黄色を使って崩すのか、または IG サイドの黄色を使って崩すのか見てますね。このベテラン2人見てますね。はい、なんともベテランの雰囲気がめちゃ出てますね。しかしジェイコブソン選手は44歳だったということで結構まだ若いですね。わかりやすい解説感謝ですということでありがとうございます。いやもうこれはもう皆さんに鍛えていただいたおかげでございますので、さあとにかく今コンサドーレはスチールできる確率が 87% ぐらい、非常に高い状態です。もう今ね、相手がどのショットをね狙うといっても難易度はもう 8.5 から9、まあ 8.5 以上の、もうあの左から山チャンネルサイドから狙っても IG サイドから狙ってもナンバーワンに向かうっていうのは非常に難しいです。ただこれがもし決まったら、もし決まったら複数点のチャンスが一気に来ますよね。相手ナンバー3は持ってるので、なんでもうここは一攫千金ですよね。もう多分、まあ、僕の予想としてはここで2点スチールしたらコンサドーレがもう試合終わっちゃう可能性ありますね。はい、今大会は8エンドゲームです。おそらくツアーはね基本8エンドが多いですね。さあハードスイープしてます。さあ、お、結構いいのか、あーっとチップです。惜しい、あと2センチぐらいの話だと思う。さあ山チャンネルサイドを次ガードしてっていうところですね。山チャンネルサイド、あ、IG サイドってなんだろうねってずっと思ってましたけど、右上の広告ですね。そうですね、今回のあ、そうですね、メインスポンサーなのかな、この IG っていうのは。おそらく大会のメインスポンサーだと思います。 IG サイド、はい、そうです。ちょっと山チャンネルのこの私の後ろにもね、サスクテルっていうこの動画のね、はい、カーリングスタジアムっていうのもありますけど、ちょっとかぶっちゃってます。さあ山チャンネルサイドへしっかりとガードを置いて、先ほどのね、斜めからドキュンっていうのを、まあ、阻止するガードですね。今更すいません、今回は何エンド終わってから今シーズンできるんですか。おそらくツアーはね基本、まあ、決勝ぐらいまでいかない限りか、プレーオフまでいかない限り早く終わっても多分大丈夫だと思います。なので3エンドぐらいで、例えば1エンド目3点取られて、2エンド目2点取られて、3エンド目3点取られて、3エンドで8対0になったらもうやめるとか結構あります。はい、とか2エンドで終わっちゃう時も、5点4点9対0でもうおしまいっていうパターンもあります。はい、ということで多分今シーズンの規定はねあんまないかもしれないです、この辺、こういうツアーだと。もうグランドスラムとか、本当テレビががっちり入るとこだと何エンドまでやってねとかあると思うんですけども、スチールの確率はそうですね、まあ一応 91% っていうところにしてみましょうかね。一応 9% は残しておきたいなと思いますけど、IG サイドからの、ただアングル、この角度の話ですけども、右の黄色から中の赤2つ出すっていうのはちょっとね難しいかなと思うんですよね。なんでかっていうと中の赤の配置が、右下の方っていうんですか、この斜め黄色の延長線上の方についてるんで、出すのがね難しいと思うんですよ2つは。ですのでスチールの確率はもしかして 98% いきますね。はい、ほぼもうスチール確定じゃないかなって僕は思いますけど、さあどうなんでしょう。お、どうなの、うおーね、なりますよね、こうなっちゃうんですよ。はい、スチール確定でした。
はい、日本スティールです。あ、もうやめるかもしれません。やめる可能性あります。どうするっつって6対1やめる可能性出てきました。さあ、やめる可能性が、あ、話し合ってどうする、まあ初戦だしね、まあ、もうちょっと次の試合に向けて練習しとく。あ、どうしようかね。まあアイスまだ分かってないしね。まあ次の試合まだあるし、まだちょっと早いからもう1エンドぐらいやろうかって言ってるんじゃないかなと思うんですけども、まあもう1エンド行って2点取りますかつって言ってますね、きっと。はい、わかりませんけど、はい。さあ、ということで、なんとね、もうこの時間にもかかわらず530人超えてますか。いや、ありがとうございます。本当に休憩はね、ないんですよ。もぐもぐタイムは基本的にツアーはないっす。もぐもぐタイムはないっす。はい、やりませんので、このまま続きます。さあ、ここに来てついにコンサドーレが帰ってきました。これもまた面白いね。超攻撃型守備から、守備に変えてきました。このタイミングで来るんですね。なるほど。点数版はまだ更新されておりません。ユータ松村選手がここで点数を6の時に4をかけると合ってますか。ちょっと見えません。答えはもう少々お待ちください。ということで、隠されてて、あ、正解ですね。6のところに4がかけ、4エンド目は合計6点ですよっていうことですよね。ジェイコブソン選手はここはまあコーナーガードです。もうここはセオリーのコーナーガードで、さあ、一番上から他のシートではジェイコブスさん、はい、ソチオリンピック金メダル、ジェイコブスさん6対1勝ってます。あとはこの後ね、この J、あ、違う、フラッシュ対、ブランディッジ、ブランディッジかな、読めません、はい、すみません、の勝った方と試合やるんです。多分フラッシュさんが来るんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。フラッシュさんっていうのは、ピョンチャンオリンピックに出たケビン・クーイっていう選手の、その後ピョンチャンオリンピック終わった後チーム解散して違うチームになったんですけど、そこでセカンドでやってたんですよ、2年間ぐらいで。最近、去年、一昨年かな、あのチームに変わって今スキップやってるんですけど、そのチームも結構強いんですよ、フラッシュ選手。そのチームがきっと上がってくるんじゃないかなと思うんですよね、次の試合。ゴムゴム、この人数、山チャンネルとファンのみんなのおかげですねってことで、本当にありがとうございます。山チャンネルに出会えて本当に良かったです、ありがとうございますってことで、ご視聴ありがとうございます。さあ、ということで、ジェイコブソン選手は先ほどのエンドは両サイドにね、こう分けたコーナーガードを採用したんですけど、今回は片サイドにまとめた、2つのコーナーガードを、使ってきたと。この辺ね、面白いですよね。縦の厚みを作るか、横の広さを作るかっていう、このガードのね、作り方。攻撃的な、攻撃を作る時の壁の作り方。厚みを作るのか、広さを作るのかっていうね、はい、とこなんですよ。面白いですよね。この辺もね、注目してみていきましょう。はい。まあ、コンサドーレは今回は3つ入れて、3つ入れるというところですね。はい。で、これで、まあ、センターをいじってくるのかなと思うんですよね。ヒット、タップ、うん。出さなくてもいいから、ジェイコブソン選手は、あのセンターにある、まあ、特にセンターライン上に乗ってる2つを動かしたい。さらには、まあ、理想を言うと自分は黄色のガードの裏に隠れたいというところですね。で、まあ、このあと、安
こと、谷田選手からは多分コーナーガードバン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 出していくと思いますので、今回のオファーはカーリングゾーンさんが山チャンネルを見て思いついたんでしょうかということでね、山チャンネルも見ていただいていると思います。はい、見ていただいてたの話は聞いておりますので、はい、それも、はい、あったと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。山口さんの解説付きで見れて嬉しいな。でも山口さんの海外でのプレーが見たいということで、いや僕も海外でプレーしたいです。まあでも今はね、今はもう、はい、今はもうやれ、今やることをしっかりとやるということで、僕も、はい、やりたいんですけど、今はトレーニングです。はい、今日も練習してきました、しっかりと。はい、さあ、ヤス、谷田、ヤスはガードをここからしっかり切っていくということですよ。さあ、どうやって黄色チームは2点のパターンを作っていくのかですよね。ガードの裏隠れます。さあ、ここでガードの裏、ここがね、厚みを作った理由の一つなんですよ。コーナーガードを左右に分けた理由は、1個こうカーテンをめくられてもう1個カーテンがあって、その裏隠れれますよっていう話ですから、これがね、あの縦に2つ並べる時のコーナーガードのいいところですよね。2枚のカーテン、うん、ですね。谷田選手ナイスピーでした。さあ、ここジェイコブソン選手のセカンドは、コーナーガードの裏にカムアランドということです。アメリカのジェイコブス選手ってピョンチャンオリンピックで石が枠に当たったのに認めなかった。いや、違いますね、ジェイコブス選手はカナダのチームですね。アメリカのチームはシュスターさんというチームなんですよね、はい、という世界選手権の時かな、あの僕たちとね、対戦的に壁に当たったとか当たってないとかっていう問題はまあありましたけど、まあ、そういうのもね、カーリングなんでね、まあ、セルフジャッジのスポーツ、カーリングは、はい、ですので、はい、さあ、ここで何を狙ってるのか、シミテツさん、シミテツさんはまず黄色出す、そしてヒットアンドロールなのかダブルなのかちょっと分かりません。この蹴った瞬間に分かります。きっとヒットアンドロールです、黄色出して自分がセンターの裏の方へ隠れると、安イープしてます。安イープです。安イープからの危ない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 、気をつけて気をつけて、危ない危ない、前ギリギリ危ない、ナイスイープ、ナイス安イープ、はい、出しました。山ちゃんかっこいいな、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、ということで、これで今ね、シミテツの石によってコーナーガードへ行く道も塞いじゃったので、いや、ジェイコブソン選手のね、ここから2点の物語をどうやって作っていくかちょっと見ものですよね。さあ、チャット欄でも安イープ安イープ安イープで助かった、ナイス安イープ安イープナイス安イープっていう安イープで出てます、ありがとうございます。さあ、ジェイコブソン選手は黄色、自分の黄色を当てて一つは右へ一つは左へ分けるウィックっていうショットを狙っておりますが、間抜けちゃうのかな、あ、抜けた、抜けちゃった、すごい抜けちゃった。さあ、ということでダブルがあるのか、ダブルがある、なるほど、黄色黄色のダブル、シミテツダブル来ますか。ここ松村優太選手角度確認中、これね、どこに当てるか重要ですからね、こうビリヤード的なとこですか、ここはもう。さあ、シミテツのダーボーの時間でございます。
ダブル見たいですよね。シミ鉄新幹線ダボ、シミ鉄の新幹線ダボ来るか。いや曲がってる。あ、来たーと、来たー、カモン。いやー、シミ鉄来た。いやー、やるねー、シミ鉄やるわ。ナイスショット、ナイスショット、いいねー、本当にいいっす。このね、シミ鉄何回聞いても笑える。てっちゃんに怒られるかな。はい、てっちゃんがね、今回ね、ちょっとお知らせ、そう、もしできたらと思ってたんですけど、世界カーリングカレンダー、僕も2年前ぐらい出させていただいて、去年は、吉田姉妹が出ててね、その前は、僕の前が藤沢選手、で、僕、で、去年が吉田姉妹、そして今年、シミ鉄ですからね。シミてっちゃんどういう写真撮るのかすごく気になりますよね。シミてっちゃんめっちゃいい体してますからね、マジで。はい。見たいっすよね。はい、さあ、フリーズしてきましたね。相手ビタンクショットをちょっとやってきましたね。はい。視聴者550人に迫る勢い。550人いってください。せっかくならもうお願いします。さあ、ということで、水鉄シミ鉄は脱いでるんですか。ここの情報がないんですよ。シミ鉄の情報がないんですよ、脱いでるかどうかの。カレンダー出るっていう情報はもういただいたんですけども、脱いでるかどうかの情報はいただいてないんで、楽しみにしたいですね。もしてっちゃんが脱いでたら、これはもう皆さん買うしかないですよ。もうこんなてっちゃんが脱ぐことなんてほぼないですからね。はい。はい。もしそのカレンダーの情報はまあもうちょっと多分発表されると思うんですよ、今。ちょっとてっちゃんとも話してるんで。はい。ですので、まあその辺出ましたらまたご紹介させていただきますので、皆さんもこれチャリティーになりますのでね、ご協力いただければと思います。はい。よろしくお願いします。それでは試合の方に戻りますが、今ね、フリーズでビタンコショット決めてきたジェイコブソン選手のチームのストーンを弾き出すけど、あの間を通っていかなきゃいけないので、ややゆっくりめのストーンで狙ってますね。さあ、ゆっくりめで最後曲げシミ鉄の曲げ決まった風。あー、いいですね。残ってはいますけど、日本がナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーは絶対獲得してますね。あ、出てますね。ナンバーフォーまで獲得します。いや、僕もね、脱ぐしかないなって書いてますけど、僕も脱いでますからね、一回。はい、全部は脱いでないですよ。ただかなりね、僕の回もね、ひどくというか面白く脱いでる方いっぱいいましたね。有名勢がね、結構ね、脱いでますのでね、はい、面白いですよね。はい、女子男子の順ですね。てっちゃんの肉体を見たいですぞっていうことで、はい、さあ、こっからさあどうなるんでしょうか。もう一回ビタンコショットを狙うのか、または山チャンネルサイドからのカムアラウンド、山チャンネルサイドからのカムアラウンドいっちゃうの、この黄色の裏に。まあ、決まれば結構いいショットですけど、難しいです、非常に。難易度は8。7.5、8。7.5、8。まあ、エンド進んだんで 7.5 にしましょう。カレンダーね、ボッチャーさん頑張ってましたよね、本当に。結構ね、だから軽井沢国際とかで、このカレンダー乗ってる方とかよく来てたんで、ね、そこでサインをもらうっていうのは非常に楽しいなと思いましたね。さあ、これ難しいですよ。山チャンネルサイドからのカムアラウンド。カムアラウンドっていうのはガードをかわして回り込んでハウスに止めるというショットでございますが、さあ、始まりました。投げました。
相当ハードスリップ。このね、端のアイスの状態っていうのはエンドが進んでるんですけど、ちょっと滑りが悪いんじゃないかなと思うんですよね。結構難しいですよ、ここ。しかし、かわして、からの、ナンバー、あー、惜しい。あー、もう少し。ということで、日本ナンバー1、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー4はわかりませんけど、3まで獲得してますので、これはまた1点しか取れないですね、相手は。わ、すごい。カルコクで山口さんから直接カレンダー買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんね、試合前にね、並んでるところに僕行って、買っていただいて、お願いして買っていただいた方々、皆さん、どうもご協力いただいて、本当に、誠に。ありがとうございます。あっと、いつの間にか550人いってるように見えますけど、どうなんですかこれ。550人いっちゃってるんですか。すごいことになっております。すごい。こんなカレンダーの話もしてるうちに550人って、皆さん、シミテツに相当興味ありますね。シミテツさん、どんな写真撮ったんですか。さあ、松村優太選手、最後の一投、シミテツめっちゃ吐きます。さあ、シミテツ吐く。シミテツ吐く。さあ、どうだ？どうだ？ちょっと押せればプレッシャーにもなるけど、まあまあまあ、これでもね、結構コース塞いでますから。ああ、なるほど。553人で55コンサ。なるほど。55コンサ !55 コンサ盛り上がってきました。はい。非常に一人で盛り上がってます。一人で、ここではね、はい。皆さんと一緒に盛り上がってますけども。さあ、ゴーゴーコンサで行きましょう。ゴーゴーコンサみんなで。さあ、さあ。で、ジェイコブソン選手は、そもそもこれね、もう入れるところがない。非常に狭い。センターラインのやや山チャンネルサイドの赤の間か、また大外の山チャンネルサイドからの 大外での2パターンしかないんですけど、このセンターラインの横の山チャンネルサイドの赤と赤の間を行きますけど、まあ、これ難易度は9、難易度9です。もう相当難しいです。相当難しいです。なので、僕の予想としては、ここはもうスチール。3点。また4点のスチールでゲームセットになる可能性があります。これはもう予想ですけどね。これ決めたらやばいっすよ、実際。難易度9。でも曲がってきた。え？難易度9ですよ。めっちゃうまピタンクでーす。ナイス。これはもうナイスショットですよ、もう。これはみんなでパフパフしましょう、もう。これはナイスショットです、本当に。いやー、難易度9のドローをね、これ決めてきたな。これはもうナイスショットですよ、本当に。これは皆さんでもうナイスって。できれば英語でね、ナイスって書いてあげた方がいいんじゃないですか。またはビタンコでもいいですけど。はい。これはもうカナダの皆さんも見えてますから、もうグレートでもいいと思いますけど、はい。ここはもうみんなもう拍手マークとか、はい。ぜひ一緒にね。これはもう本当、すごいっす。ナイス。ありがとうございます。ナイス。いや、これは本当に、これマジすごいっすよ。本当に。だって45メートル先の、この、多分ストーンが30センチぐらいなんですよ。で、多分今は、まあ、45センチか50センチだから両サイド10センチあるかないかぐらいのところを45メートル手前から通すわけですから。いやー、今のはやばいっすよ、もう。グッドショット、グッドショット、ナイスショット、グレーショット、エクセレント、ナイス、ナイス。わー、皆さん優しい、ナイス、ビタンコ、ナイス。いやー、日本のこのね、カーリングへの愛を感じます、本当に。さあ、ジェイコブス選手6点勝ってます。あ、フラッシュ、次のね、フラッシュ選手、体
勝ってますね。多分フラッシュ選手上がってきますね、これは。あ、ボッチャー選手はウィルス選手といい試合してますね。いやーすごい、わもうすごい、オーサムとかも出てますね。スーパースーパービーはスーパービタンコーグですかね。はい、グレイト、はい、いやー何対何ですか今、ということで、6対2ですね今。はい、コンサ6点。こっからはもうユリカタイムならぬ、深夜タイムです。はい、深夜タイム、はい、 OK です。深夜タイム OK です。深夜タイム成功でございます。いや、ファンタスティック、あー、なるほど、ファンタスティックです。さあ、もうここはジェイコブソン選手はセンターガード、もうね、ここで4点差ですから、6対2、4点差で、しかも不利な先行ですから、もうスチールしないともうほぼ勝てないです。スチールしないと勝てないです。ほぼ。ですので、もうここはね、相手はもう、ウィックウィックウィックってしてきますけど、がどうかもまず置いてくると思います。またユリカタイムですね。このまだね、リードの間はこのガードのエリアのやつを弾き出しちゃいけませんので、こうやってね、ウィックって言って出さない、弾き出さない程度でゆっくりな球を投げてセンターライン上から少し外しておくと。あ、惜しい。ユリカタイム失敗。惜しいっす。確かに安倍深夜、夜の深夜、そして深夜面白い、深夜の深夜タイム、なるほど、面白い、座布団1枚です。深夜の深夜タイムです。 LINE しとこう、後で安倍君にね、深夜の深夜タイムって言ってますよって多分苦笑いすると思いますけどね。あーっつって、はい、確かにね、日本選手権のドラゴンのショットすごかったですね。はい、そうです。さあ、ここはもうあのジェイコブソン選手はなるべく縦に並べて谷打棒をされないようにするっていうのが、まあ、狙いですよね深夜の深夜タイム、はい、新56、新5登録完了ということでお願いします。昨日サッカー見ていて寝不足なのに今日も寝不足だということで、はい、まあスポーツでね、こうやって、はい、あの健康な状態の範囲内見てください、ぜひ、はい、さあダボいきますよ。谷ダボですよ、谷ダボ、目標は谷ダボ、目標は谷ダボですか、まあ、谷ワンですね、谷ワン一つ出せなんか一つだったんで、ちょっと谷間でいきましょう。さあ、さあさあさあ、決定戦に出るようなチームがフリーガードゾーンルールを忘れることあるんですか。まあ、この間ね、女子の日本代表決定戦でね、ロコソラーレさんのねフリーガードゾーンを忘れてましたけど、たまにありますよね。まあ誰かはね、チームメイトで誰かは気づくのは結構多いんですけども、まあ、やっぱね、ロコソラーレさんの心境っていうんですかね、2連敗した後も、まあ、あれ確か最終戦だった気がするんですけども、やっぱメンタル的に追い込まれてんだなっていうのを、あのショットで本当に、普通じゃやっぱなかなかしないですからね。ですので、その辺はまあ、そうなるパターンあるんだなって勉強になりましたね。さあ、ここは谷ワンです。谷ダボじゃなくて、もう最初から谷ワン狙いですね。さあ、ここは確実に谷ワンをしっかり取っていくということで、しっかりとピール、はい、ありがとうございます。
卑弥呼様がね、本当フリーカーズゾーンを忘れたっていうけど、でも結局そのエンドに、ね、2点確か取ったんですよね。卑弥呼さんがね、なかなかね、この間ね、僕ちょっと後でというか、やっぱ中継中、前も言ったかもしれないですけども、卑弥呼様の絵あったんですよね、ミックサブルスの、解説してる時見ました。はい、皆さんもね、見つけたのかなと思いますけど、さあここはね、もうここからシンプルな戦いですよね。もうセンターガードを相手はどんどん作っていくと、そしてそれを弾いていくのがコンサドーレ。まあ、コンサドーレはね、このエンド後攻、有利な後攻で普通はね2点狙っていきたいとこなんですけども、もう点差が4点差って今6エンド目をやってますから、まあ、このエンド点数取られなければもういいっていうところです。ですので、まあ、1点取れればもうそれで全然 OK。 7対2、5点差、そしたら多分もう相手が多分、まあ、やめるかなと思いますね。はい、はい、ということでここはしっかりとシミテツのシングルです。シミテツシングル、そうですね、ここはそうですね、このエンドはためない綺麗な展開ということですね。もうここはもう逃げに入ってますからね、しっかりと逃げていくということでございます。だいぶね、ここになってくるとこうゴールが見えてくる展開になってきますよね。はい、いやー、それにしてもね、今回ねやっぱこの試合見ていきますと、どうしてもやっぱうん、1エンド目の入りっていうのもね、なかなか良かったなと思いますね、本当に。いやー、さあ、まだただね、試合終わってませんので、試合は最後までどうなるか分かりませんので、しっかりと最後まで応援していきましょう。クリーンな展開の時の注意点ってあるんですかということでね、あります、あります。例えばこういうね、谷湾みたいな一つだけ、テイクアウトするパターン、気抜いてるとね、たまにスカルときあるんですよ。スカルってのは当たんないとき、スルー、それやっちゃうことあるんですよ、たまに。それで一気に複数点、2点3点っていうパターンがあるので、それだけは、ね、気をつけなきゃいけないです。でこれのあるあるがサードがやるっていうのが、結構サード界のね、日本でねよく話すんですけど、サード界はこのテイクアウトするあるあるだよねっていうのがありますので、気をつけてくださいね。さあ、しっかり、お当たって入ってきちゃったんですね。まあでもこれはね全然問題ないですよね。これは全然問題ありません、問題になりません。さあ、質問、今日のアイスの状態はどう感じていらっしゃいますか。ちょっとね、今日ストップウォッチちょっと自分今手元になくて、タイムね測ってないんで、アイスの滑りっていうのはちょっとはっきり見えてないんですけど、おそらくまあまあ滑っているようには見えていると。それからカール、曲がり幅については、ブラシ立っているところから考えると、まあまあ曲がってはいるなとは思いますね。はい、しっかりカムアランドもできますし、はい、いいかなと思いますけどね。はい、まあこの曲がるからいいとか曲がんないからダメだとかそういうわけじゃないんですけどね、曲がる方が複数の作戦が選べるようになってくるんで、面白いかなとは僕的には思ってますけども。さあ、他の試合、ジェイコブスさんは6点勝ってますね。ああ、なるほど。あ、フラッシュさんは変わらず4対2。ああ、なるほどね。4対1。あ、ボッチャーさん2点取ったんですね。なるほど。なるほどね。なるほど。ということでございまして、ここはジェイコブソン選手はしっ
かりガードの裏に、まあ、隠れるというところでございます。はい、しっかりと裏に隠れる。で、ナンバーワン、ナンバーツーを作るっていうのが、まあ、目標だと思いますが、しっかりと決めてきました。この辺がベテランの技ですね。はい、しっかりガードの裏に隠れましたが、このストーンを当てて自分が山チャンネルサイドの方に転がってくるというのが狙いですね。そうですね、アイスはまあまあ曲がってますので、戦術の選択はまあまあ多くはなってくるかなと。もうちょっとこれがね、曲がってこなくなると作戦の戦術というのはちょっと狭まっていきますね。はい、藤山が初めて出た MD ではあまり曲がらなかったそうですね。日本選手権かな、日本選手権は曲がらなかったことありましたけど、世界選手権はやばかったです。めちゃくちゃ曲がりました。やばかったです。はい、真ん中に止めるのに相当端向かって投げないと曲がりすぎちゃってました。さあかわした。あー、うまい、これはうまい。いや、完璧でございます。ヒットアンドロールです。完璧。もう今ガードの裏にかけて、難しいショットですよ。ショット難易度は 7.5、 7、まあ7ぐらいはありますね。ガードが長いから7。はい、ジョルヒナさん、ジョルヒナさん、金曜日の夜に山ちゃんとカーリング見られる幸せ、ありがとうございます。ジョルヒナさん、ありがとうございます。さあ、てっちゃんも安くもスタイルいいなってことでね、スタイルいいっすよ。もう身長高いし、まあ、身長僕より高いですね。175678、てっちゃん78ぐらいのかな、やすは56ぐらいかな、ちょっと分かんないですけど、はい、いやー、ナイスロールですよ。これでジェイコブソン選手はどうするかなんですよ。カムアランド行くかなと思ったんですけど、やめてヒットアンドロールですね。赤を出して自分は残ってワンツーを取るというところにしますね。そしたらユータがおそらく真ん中にドローを決めて1点を取ると。これでゲームセットっていうのが僕の予想ですが、どうでしょう。まずこれジェイコブスさんが決めないとダメです。あっと、曲がってない、センターから曲がってない、これはやばい。あ、これ当たりませんね。あー、もうこの時点で握手の可能性出ますね。あー、もう試合終わりました。あ、終わりませんか。もうこれで試合終了ですね。もうこれで試合終了です。はい、もうみんな片付け入っちゃってますね。早いさあ、じゃあ松村選手ね、最後これしっかり決めてもらいましょう。ドロー、白い丸にしっかりと、しっかりと皆さん見届けますよ。2021シーズンカナダツアー、コンサドーレが初戦、コンサドーレの初戦、おそらく初戦最後の一投になると思います。さあ2点いきましょう。しっかりとビタンコ決めていただいて、しっかりと2点、決まったかな。ノースイープで、ノースイープで2点、そしてありがとうございました。グータッチでしょうか、相手とは。ほぼ握手はないですね、今ね、やはりコロナ感染もあります。勝ちました、コンサドーレが、勝ちました。点数は、結果最後入って、7点、8点、8対2ですね。8対2です。8
8対2で、初戦白星発進ということになりました。ナイスです、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 ナイスですということで、こちらを場面に入れ替えます。いやー、やりましたね。本当にやりました。非常にね、面白い試合でした。本当に初戦がやっぱりね、これ重要なんですよ、やっぱり。で、このワールドカーリングツアー、特にこの、ワールドカーリング、すみません、この試合、大会で、この予選の方式はトリプルノックアウトと言いまして、3回負けちゃうと、予選の間に3回負けちゃうと予選敗退。3回負けるうちにどんどん上の方に行って予選突破しなきゃいけないんですよ、トーナメントみたいので。ですので、そこがね、非常に重要だったんですけども、はい。ここでまず1勝上げたっていうのはでかいですね。あー、カーリングゾーンさん、本家からのね、チャンネル使わせてもらってますけども。はい。Awesome job! This is so much fun! ということで、JD, thank you. はい。いやー、ほんとね、今日はね、皆さんまたね、僕もこれ、得点ボードの使い方とか、またそこもね、一緒にこう学べましたので、面白い。そして、山チャンネル、山、世界デビュー、お疲れ様でした。ということで、ありがとうございます。世界デビュー、皆さんと共に、皆さんも世界デビューです。山チャンネルも世界デビューということで、本当にありがとうございました。これはね、コンサドーレも2021、いいスタート切りましたし、私たちもね、いいスタートですよ。本当にいいスタートです。はい。敬語石井さん、敬語石井さん、敬語石井さん、ありがとうございます。サンクスカーリングゾーンということで、サンクスカーリングゾーン。Thank you. 英語石井さん、ありがとうございます。世界カーリング猫さん。いつもありがとうございになってます。世界カーリング猫さん。山口さん、日付と国境を越える美しいライブ解説ありがとうございました。今朝勝利で、次戦は2000、日本時間、9日、午後5時半から、試合開始予定です。早速ありがとうございます。日本、山口選手のライブ解説あるんでしょうか？もちろん。もちろん私がね、この映像がある限り、この大会については、山チャンネル責任を持って今朝の試合を追わせていただきますので、皆さん、朝5時半ですかね、また、寝ながらでもいいですし、バッチリ起きてもいいですし、仕事行く途中でもいいですし、また、ポチッと YouTube を、見てください。この後僕もまたセッティングしたいと思います。はい。グレイジョブってことで、ジェリー、Thank you. はい。ありがとうございます。ということで、Thank you for the broadcast. いろいろね、出てます。ベントンさんもありがとうございます。ベントンさん。Really nice, great, glad we can do this. ということで、Thank you. ベントンさん、Thank you. はい。ということでございます。コンサドーレ、本当に勝利。おめでとうございました。そして皆さん、日本の応援が本当にあったからこそだと。思います。2日にわたる初戦から楽しい試合、本当にありがとうございました。今日もビタンコ、ナイスダボ、たくさん見れました。ありがとうございます。ということで、皆さん、次、どんどん勝ってきますね。多分、おそらくフラッシュ選手と多分対戦になります。ここは多分、かなり強いと思います。フラッシュ選手と、はい、行きたいと思います。解説ありがとうございました。サンキューヤマ、サンキューカーリングゾーン。サンキューカーリングゾーン。ということで、皆さん一回、仮眠しましょう。はい。また、そして会いましょう。それでは、さようなら。日本の皆さんはおやすみなさい。ワールドの皆さんは、Have a good breakfast. はい。Good lunch. See you.